地でも決めてますもんね、ジュリーさんね、抑えるって。そう、決めてるから。だから試合中も不安はない。いや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 、まあ、不安でふ試合中に不安持ってったら終わりだってだから。<laughs> そんな不安な気持ち持ってたらダメだって。<laughs> う<ん>まあ、それは毎段階だから妄想とあと、うん、イメトレの中でやるわけですよ。うんうん <laughs> だから、そっちの方で散々、やみながらやぶそ,そうそうそう、もうイメージトレーニングをして、悪い<ー>いい時とするわけじゃん。だこで、ねうん、試合中にそんなことを不安だと思った瞬間、打たれますよ。うん、負けますよ。うん、えそれをする前の段階なのよ。やるの、その不安を取り除いたっていうか、うん、試合いく、うん、大会出るには。それが、だから試合中不安なんですっていうのは、うん 準備してないからと私は思ってる。そ,そんなところで思わないから。うん、思っちゃだめなのよ。で、うん、私はそうやって思って今までやってきた。ので、他の人は分かりません,、うんうん。でも、まあね、これ、他の人は分かりません。まあ、いろんなケースがあると思いますけども、うん、ジュリーさんの完成形ですね、それねこの感じ考え方ね。 うん、だって、不って試合行く、うん、うん、そこを練習しとけって話もんね。そこがあると絶対負けると思うよだって、うんあ。もちろん、あるとは思うよ、うんね。入り方どうしようとかあるかもしれないけど、うん、ちょっとあるかもしれないけど。うん やってる最中にうわ、これマジ不安って思って投げてるわけでないし、うん、そんな自信持って投げないと打たれます、うん。いや、結構感動してます。なんでああ、そう感じるので、私は。今の話について、荒木さん、何かいましたらいや、もうあの、 その通りだと思いますね。うん、とっても、うん、僕も感動してるんだけど。